ポール・ダグラス・ウェストファルは、北米プロバスケットボールリーグ NBA の元バスケットボール選手、指導者。カリフォルニア州トーランス出身、南カリフォルニア大学卒業。ポジションはガード、身長 193cm、体重 88kg。現役引退後は大学、NBA のコーチを歴任し、2009年からキングスのヘッドコーチに就任した。1974年のボストンセルティックス優勝メンバー。現役時代の全盛期を過ごしたフェニックスサンズでチームを NBA ファイナルに導き、現役を退いて後、今度はヘッドコーチとしてサンズをファイナルに導いた。背番号44はサンズの永久欠番になっている。航空高等学校卒業後、南カリフォルニア大学に進学したポール・ウェストファルは1971から72シーズンには平均 20.3 得点 5.3 リバウンド 5.1 アシストの成績でオールアメリカセカンドチームに選ばれるなどの実績を残し、1972年の NBA ドラフトでボストンセルティックスから全体10位指名を受けて NBA 入り。ジョン・ハブリチェック、デーブ・コーエンスらを擁し、リーグ屈指の強豪チームだったセルティックスは1974年の NBA ファイナルを制して優勝するが、この優勝について、ルーキーのウェストファルが果たした役割は限定的なもので、レギュラーシーズン中は平均 4.1 得点、プレーオフ期間中は平均 3.9 得点の成績だった。2年目の1973から74シーズンに入ると本格的にローテーション入りし、1974から75シーズンには平均 9.8 得点まで成績を伸ばした。1975から76シーズン前、チャーリー・スコットとのトレードでウェストファルのフェニックス・サンズ移籍が決まる。選手層の厚いセルティックスでは控え選手だったウェストファルだが、中堅チームのサンズではエースへと昇格し、前年の成績を大幅に上回る平均 20.5 得点 5.4 アシスト 2.6 スティールを記録するという大成長を遂げた。新しいエースに牽引されたサンズも42勝40敗と勝ち越して6年ぶりのプレーオフ進出を決めると、プレーオフでは上位シード相手に次々とアップセットを起こし、創部8年目にして、初の NBA ファイナル進出を果たした。ファイナルの相手は皮肉にもウェストファルの古巣、ボストンセルティックスだった。レギュラーシーズン中の戦績ではるかに上回る、セルティックスが圧倒的に優位かに思われたが、サンズはセルティックス相手にも善戦し、2勝2敗で第5戦を迎えた。オーバータイムにもつれる接戦となった第5戦は、1回目のオーバータイムでも決着はつかず、2回目のオーバータイムへ突入。残り6秒でサンズは1点のリードを奪い、勝利をその手につかみかけていたが、セルティックスのジョン・ハブリチェックに執念のシュートを決められ残り1秒という土壇場で逆転されてしまった。ここでウェストファルはタイムアウトを要求するが、この時点でサンズはタイムアウトを使い切っており、テクニカルファウルを食らってセルティックスにフリースロー1本を献上してしまう。しかしサンズは点差を2点に広げられるのと引き換えに、コート中央からのスローインという好条件を手にした。インバウンドパスを受け取ったガーフィールド・ハードはわずか1秒の間で見事にジャンプショットを決め、ファイナル第5戦は空前のトリプルオーバータイムへと突入した。両チームともすでに限界点を突破した時間帯に、ウェストファルはエースの名に恥じぬ活躍でセルティックスを追い詰めたが、最後はセルティックスの選手層の厚さに屈し、互いに死力を尽くした第5戦は 128-126 でセルティックスの勝利となった。劇的な場面が相次いだこの第5戦はファイナル史上最高の試合として名高い。第6戦はセルティックスが勝利し、2勝4敗でサンズの敗退が決定。6年ぶりのプレーオフ進出からファイナルまで到達した、このシーズンのサンズの挑戦は終わった。翌1976から77シーズンのサンズは34勝48敗で負け越し、プレーオフ出場も逃してしまうものの、ウェストファル個人は全盛期を迎えつつあり、平均 21.3 得点 5.7 アシストの成績を残して、初のオール NBA ファーストチーム入りを果たすとともに、オールスターにも初出場した。1977から78シーズンには、キャリアハイとなる平均 25.2 得点を挙げ、チームも49勝を挙げて、プレーオフに復帰。ウェストファルの絶頂期とともに、サンズも最初の黄金期と言える時代を迎え、翌1978から79シーズンには、初めて50勝に到達し、1979から80シーズンには55勝まで伸ばした。ウェストファル個人も4年連続で、オール NBA チーム入りを果たし、オールスターにも選ばれ続けた。1980から81シーズン前に、デニス・ジョンソンとのトレードで、シアトルスーパーソニックスに移籍するが、故障に見舞われ、わずか36試合しか出場できなかった。翌1981から82シーズンにフリーエージェントとなったウェストファルはニューヨークニックスと契約するが故障から立ち直れず、1983から84シーズンに古巣サンズに戻り、シーズン終了後に現役から引退した。引退後の1988年からフェニックス市の大学でコーチキャリアをスタートさせ、その後、フェニックスサンズに戻り、コットン・フィッツシモンズヘッドコーチのもと、数年間アシスタントコーチを務めた。1992年、サンズは本拠地を新アリーナに移し、チームロゴ、ユニフォームを一新、大物選手、チャールズ・バークレーを獲得するなどチームの大改革を進めたが、42歳のウェストファルをヘッドコーチに昇格させたのも大改革の一環だった。バークレー、ケビン・ジョンソン、ダニー・マニングら好選手が揃ったサンズはチーム記録となる62勝を挙げてバークレーはシーズン MVP を受賞。サンズはプレーオフを勝ち上がり、サンズとウェストファルにとっては選手時代を通して2回目、17年ぶりとなる NBA ファイナルの舞台に進んだ。対戦相手はマイケル・ジョーダン率いるシカゴブルズだったが、このシリーズでもサンズとウェストファルは第3戦でトリプルオーバータイムを戦っている。サンズは2勝4敗で敗れ、またしても優勝はならなかった。以後もサンズは強豪として過ごし、ウェストファルのヘッドコーチ就任後、3シーズン連続で56勝以上を挙げ、1994から95シーズンにはコーチとしては、史上2番目の速さで150勝に到達したが、プレーオフでは勝ち残れず、1995から96シーズンにシーズン序盤で負け越したのを契機にヘッドコーチから解任された。その後息子が通うフェニックス市の高校バスケットボール部のアシスタントコーチを務め、1998年に NBA に復帰。シアトルスーパーソニックスのヘッドコーチに就任し、就任2年目の1999から00シーズンにはプレーオフに導くが、2000から01シーズンには解任された。2001年から2006年までをペパーダイン大学のコーチとして過ごし、2001-02シーズンには22勝9敗の成績で NCAA トーナメントに導いている。その後はダラスマーベリックスでアシスタントコーチを経て、2009年からサクラメントキングスのヘッドコーチに就任したが、デマーカス・カズンズとの衝突もあり2011年に解任された。ありがとうございます。